9月某日、一人の男が晴れた松江の町に現れた。ふくよかな歌手、門脇大樹。山陰を代表するエンターテイナーと呼ばれる彼が、10月20日に自身2度目のワンマンライブを行う。そんな彼に密着してみることにした。今日ですね、大自然の中で、一応ですね、何百人お客さんが来てるかちょっと楽しみなんですけども、ちょっと今日は告知なしでちょっと路上ライブします。正直、ドキドキしてます。本当ね、何人の笑顔に会えるのか楽しみです。暗いトンネルを早く行きたくて。ワンマン、僕にとってやっぱワンマンは糧かな。生きるための糧ですかね、やっぱり。やっぱり音楽をする上で、やっぱりこう自分が、どこまでできるか、僕の限界がどこかっていうのをやっぱり感じたいなと思ってます。ライブとは、僕のキャンパスですかね。やっぱりあの白いステージの上をどんな色にしようかなっていう考えながら、やっぱりこう毎日過ごしてますし、やっぱその時々のですね、使いたい色ってのがやっぱ変わるんですよ。やっぱね、ライブは僕のキャンバスです。表現する場所だと思っております。はいはいはい。ダイエットですね。ダイエットとは僕の糧です。人生の糧ですね。やっぱり一番のライバル、はい、僕の一番のライバルだと思ってます。やっぱり負けるのも嫌だし、これからもやっぱりこうダイエットと共に戦っていきたいなと思っておりますよ。そうですね、この短い指でもですね、弦というのは押さえることは可能です。ただですね、難しいことできません。いや、本当は、短い指でもですね、見て分かるように、こう、銃はできるわけですよ、鉄砲は。みんなにですね、こう鉄砲ってものは分かるようにできるんです。いや、本当に。やっぱり短い手というのは、なるほど。その質問も聞かれました。ちょっとスタッフ、その質問が来ちゃいましたか。チャームポイント。ちょっと女的なことじゃないんですけど、やっぱりその目ですかね。この目がやっぱり僕の全てを訴えてるんですよ。そしてですね、やっぱりどこか、まあ目がチャームポイントですかね。決してしじみじゃないですよ。はい。目です。はい。これ、バニーさんの焼き鳥カレーですね。これはですね、その質問来ちゃったか。カノーバね。
正直な話、クソ野郎どもの集団です。ただなんていうかな、もう兄弟、いや、もう家族、いや、同じです、兄弟と同じかな、やもうちょっと下、やっぱり、やっぱちょっと、ちょっと、ちょっと、35、いや、本当に、カノーバは、もう家族、まあ、もう家かな、家に帰ってきた、そんな感じ。道に迷っても遠くに行きたくても君は止めないです。だからって諦めてうずくまっていても明日に向かえないです。どうしようもなくて立ち止まることはあった。どうしても振り返ることはしないで前を向いてよ。Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll win it. 日々はきっと君が強くなるためのMatch. いつもきっと君が笑顔になるためのMatch. Oh, 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 oh. 君のペースがある、それならそれでいい。小さいその一歩で、苦しい時にも悔しい時にも重たいけど君のギア。この世の中には坂道や崖はいっぱいあって、だから人がいて背中を押し合ってく。いつもきっと君の心に響く大きなメロディー。 Going day、 いつもきっと君とみんなで一緒に。どれだけ涙流すんだろう、なんてことだけをいつも考えたら、君がいてくれてよかったと思う。もし毎日が雨だったら君は毎日を憂鬱に過ごすのかな。そんな君を温める太陽のような、この歌を届けるから。 Come on! I want you, I need you, I love you, oh, oh, oh. 僕の言葉足りない。 I want you, I need you, I love you, oh, oh, oh.笑ってくれたらいいな。飾りのないような言葉でも君の気持ちがあったら伝わるよ。君がふと寂しくなったそんな時は、この歌を口ずさんでごらん。 I want you, I need you, I love you, oh, 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 oh. 僕の言葉
独りぼっちだって僕は笑えるんだって。胸の痛みが消えるでは、おかしいぐらいに君を消すんだって。